さんこんにちは、なゆみ TV のなんです。じゃじゃん、節分の日です。あ、こちらの恵方巻きを食べたいと思います。恵方巻きってさ、醤油つけていいの？最初はつけれるかもしれないけど、一度一度つけてももうつけれない。喋れないし、食べきらないといけない、うん、今日ね、給食でお味噌汁で、給食のお味噌汁で、あのなんかかまぼこみたいなのが入ってて、それが鬼の形だった。かわいい。で、おかずは豆だった。へえ。私豆好きじゃないんだけどね。じゃあ恵方巻き食べていきたいと思います。こっちが今年の恵方の方角です。はいはい、北北西ですね。北北西、北北西、北北西、じゃあそれでは食べていきたいと思います。はい。すっごいね、いや、なんて言うんだろう、リレーのバトンぐらいの太さですね。では頑張ってください。醤油をつけて、じゃあ私こっからもう喋りませんので、はい、いただきます。はい。
ごちそうさまでした。見事食べきりました。結構苦しいそうでしょう、美味しかった。美味しかったけど苦しい、結構お腹いっぱい。いいことがいっぱいあるといいね。うん、これも美味しかったんだけどね。そう。後で食べようかな。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあ、あっち向いてほい。あっち向いて。ほい。北北西の方角、まあこっち側です。でこのじゃんけんじゃないあっち向いてほいに勝てた人は多分今年か来年ネギマグの、恵方巻きが食べられると思います。また見てねー。